はい、皆さんこんにちは。尺八ワンポイント講座の時間がやってまいりました。尺八奏者の藤岡智です。今日はストローを使った練習方法の第2弾ということでやってみたいと思います。はい、今日はですね、ストローを使って吸うということ、これ意外と大事なことで、皆さんよく勘違いされて、ストローの練習するときにはね、ストローでふーっと吹くんだなということをなんとなくイメージされます。でもそのストローで吹くときに身につけてほしい感覚っていうのは、僕は体の中で起こってること、このストローの穴の大きさによって、ね、外的要因かな、ストローの穴の大きさによって体の中で起こってることがどんな風に変化するかっていうのを感じてもらいたいんですね。ストローの穴が大きくなっていくと、自分でやりたいなと思ってることができなくなっていく、ね、でストローがの穴がちょうどいいと、しっかり思いっきり吹いても体がへこまなかったり、息がなんか長く続くような感覚があったりする、そういう事実を体験してもらいたいと思ってストローの動画を出しました。そして今度はですね、実際に演奏するときに、自分の出す息を支える筋力、それを感じるための練習方法として、このストローで吸うという練習をしてもらいたいと思います。これの元ネタは先週尺八工房の三塚さんの動画になってます。ぜひそちらもご覧になってください。で、まあ、僕なりに分かりやすく解説していきたいと思います。吸うなんですけれども、前回のストローの動画でも言った通り、加え方注意してくださいね。歯で噛まない、唇で巻き込まない、普通の顔、すまし顔でストローを加えます。こうですね。で、ストローで吸うわけですね。ストローの周りに隙間があったら効率よく吸えないわけです。だからといって、皆さんストローをやたらめったらギューって唇で止めようとはしませんよね。加えたら自然と唇の柔らかさで隙間がないようにきっと閉じれると思います。ね。で、吸ってみましょうか。吸います。はい。吸った時に唇に自然と力入ってませんか？唇の周りで動いた筋肉ないですか？はい。じゃあ今そのことを言ったので、意識して感じてみてください。吸いましょう。いいですね。じゃあ吸った時の筋肉の形、それをより意識して、息を次は吸ったら、今度はその筋肉をで吸った状態のまままたふーっと出しています、ね、ここにたなびくのがついてるとバーってなる感じですよ。いきますよ。吸って、ですね。はい、尺八を吹くときって、実はこの吸った時のこの筋肉、なんかクッとね、唇を固定する筋力が起きました。これがとっても大事です。皆さんの出す息を支えるものになります。言葉で説明すると、何て言うんですかね、この辺の筋肉は唇の部分が歯にベタってくっついて土台になるような、そんな感覚でもあります。うん、でそれをストローでっていう風に吸うと一瞬でできるんですね。じゃあ今度はストローで吸って出します。出した後にストローをポンと抜いてみてください。吸います。こんな感じかな。はい。まあ、ストローでね、吸うっていうことに、特化した唇のね、こういう感じだと、もしかしたら尺八の音出にくかったりするかもしれないんですけれども、安定した息がずーっと出続ける感覚、ね、ストローをポンと抜いた瞬間に体がふーってなってしまったら罰ですよね。そういうのもよくわかると思います。尺八を持ってしまうと、尺八の音を出したくなっちゃうんですよ。音が出たら合ってるような気がするから。でもその音は楽な吹き方で、今後使える吹き方で出てる音でしょうかと考えたら、違う可能性もあります。音が出てるから、その出てる音を続けていれば上達するか、上達しない場合もきっとあると思います。下手なまま、苦しいまま、しんどいまま、ずーっと繰り返している可能性の方が僕は大きいと思います。なので、全然違った発想、全然違ったアプローチで、今出してる音色とは全然違う音を出しましょう。自分が出したいなっていう音色は、順序を追って、手順を追って、体のコントロールをすればできます。
なので今日紹介したストローでの練習方法、皆さんの体の感覚が一気にガラッと変わるかもしれません。前回の動画、ストローで強く吹いてみて体に起きる感覚、そしてストローで吸ってみて唇の周りに起こる感覚で、抜いてみて起こる感覚、いろんなのを頼りにしてみましょう。それは皆さんがもう自然とやってることです。自然とやれてることで尺八を吹いてみましょう。それはとっても楽なアクションになります。尺八を吹くときに不自然な動作が混ざることによってしんどくなります。それは何が理由でしょうか、どれが問題でしょうか。自分でちょっとね、冷静になって考えてみると、あ、これが違うな、あ、ここの感覚が変わってるぞ、きっとわかるはずです。そうするとそこを修正してみる。独学の方、特に近くで見てくださる先生とかがいなければ、自分で自分をしっかり観察してみてください。頑張ってください。こんな感じで、尺八のワンポイント、他の動画でも紹介しておりますので、ぜひ他の動画も見てください。とりあえずじゃあ今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。